リビアは、オスマン帝国海軍がイタリアに発注した、防護巡洋艦、ドラマであったが、建造途中で、井戸戦争が勃発したため、1912年に、イタリア海軍が挑発し完成させた艦である。本艦は、オスマン帝国がイギリスに発注した、防護巡洋艦、ハミミィーへの巡動景観として設計されており、非常に酷似していた。右舷方向から撮られた本艦。 イタリアの対オーストリア・ハンガリー帝国戦線布告直後の1915年5月24日、オーストリア・ハンガリー帝国海軍はアンコーナなどを攻撃。南の方では、イタリア駆逐艦、トゥルビーネがオーストリア・ハンガリー帝国の重洋艦、ヘルゴラントなどと交戦し沈没した。救援に向かったリビアは、ヘルゴラントを攻撃して命中弾を与えたが、ヘルゴラントでは、 リビアを戦艦と誤認して、構をの酒、低速の、リビアは撤退する、オーストリア・ハンガリー帝国側に振り切られた。1916年2月26と27日、巡洋艦、プーリア、アゴルダットなどと共に、ドゥラッツォからの撤退を援護。5月4日、駆逐艦4隻と共に護衛していた、仮想巡洋艦、プリンチペウンベルトが、 オーストリア・ハンガリー帝国潜水艦、ーゴに来撃され、多数の死者を出した。ありがとうございます。